SNS にアップする方のみ写真と動画の撮影が OK になりました。みんなカメラ持ってる方たくさんいらっしゃると思うので、いっぱい写真撮ってくださいね。そして一期一会とハッシュタグをつけて投稿してくれると嬉しいです。はい、なんと、そして時間も早いことで、なんと次が最後の曲になってしまいました。はい、そして最後の披露する曲はいちごの初のオリジナル曲で、いちごが作詞と、振り付けを担当いたしました。はい、皆さん作詞じゃないです歌詞や、振り付けに注目して聴いてくれると嬉しいです。はい、それでは聴いてください。夢恋しなスタジオ。
告知させてください。いちごの次のライブ予定は25日の田畑マリールーさんで、昼と夜の2部制に分かれて、両部とも出演いたしますので、ツイッターの方のチェックお願いいたします。みんな会いに来てねはい、そのいちごのニュー、いちごを目当てで入場した場合、メッセージカードとツーショットチェキを無料で差し上げますので、どうぞこの機会によろしくお願いいたしますはい、以上萌え姫いちごでした。